にお姉様に生まれ、18の年で家督を相続し、伊達の棟梁として奥州を平定した。戦国の世、あまたの戦や天災を共に生き抜いたからこそ、民の苦しみがわかる。なればこそ誰もが笑って暮らせる国づくりを夢見、森の都仙台を築いた。たとえ400年の時が経とうとも、我は蘇りて皆と共に歩み続ける。我こそは仙台藩初代藩主、伊達政宗なり。伊達の地には古くより祝いの席で演じられてきた三叉子声という音楽がございます。こたびは戦勝利の前祝いじゃ。三叉子声で盛大に祝い舞おうではないか。伊達武将隊三叉子声、とくとご覧あれ。今を遡ること400年の昔、日の本中が合戦に明け暮れた時代、まさに時は乱世。雪深き道の空、大いに荒れ果て、民の暮らしほとほと困窮するばかり。その時、道の空を照らす一筋の光明、奥州の独眼竜